ようございます。2010年11月24日水曜日6時6分やっちゃいましたね。6時5分ですけど6時6分です。ですね、北朝鮮の砲弾の話とかが結構わたわたっとこうしてますけれども、そんな中でですね、あれでいきなり戦争とかそういうのにギャギャ騒ぐ人もいるんですけども、そんなにはならないですよ、どう考えたって。休戦協定をこう、結んでる国同士であってもですね、レベルでこう戦争をなでたらですね、もうとんでもないことになってますし、でそれもやっちゃうとですね、あっちゅう間にもう北朝鮮が負けるっていうのはもう分かりきってる話で、それをもうやらないという理由もいっぱいあるわけですよ。ね、今その北朝鮮がこう例えばぐちゃぐちゃになったとしたらですね、誰がそれ支えきれんのよっていうような問題とかね、いろんな問題をこうはらんだ中でのこのソフトランディングをどこに持っていくかっていうのは、中国も韓国もアメリカもいろんな国々その他ですね、日本も含め悩んでるわけですよね。結局そのなんとかせなあかんのですけども、あんまりそのいきなりこうやっちゃうと、要は結局、東西ドイツの時にね、崩壊したような形でぐちゃぐちゃになっていくというのも分かってるので、そんなんで困ってるところなんだろうなと思いながらもですね、一つですね、その話に絡むネタに行く前に、このですね、ヤフーで Google ニュースの中でね、びっくりしたのが、政治のところの欄にね、あったんですけど、これがちょっと朝から笑ってしまったんですけど、ひらぱ兄さん選挙、現職小杉さん V っていうことで、これが選挙のところに出てたっていう、いや、ひらぱ兄さんってね、これ、関西の人しかわからないんですけども、大阪枚方っていうところ、枚方パークっていう遊園地があるんですけど、それのですね、イメージキャラクターの選挙が、ブラックマヨネーズの、小杉と吉田がですね立候補したという形にしてお遊びでこれ選挙をやってたんです。で小杉の方がもともと小杉がひらぱ兄さんってやってたんですね。で現職やったんですね。それに吉田がこう対抗馬で出てきたっていう設定 で投票をやってですね、でひらぱ兄さんがとして小杉が圧勝したというんですけど、これがですね Google のニュースの分類でなぜか政治のところに出てて、おいおいこんなん完全にエンタメやろとか思いながら、たまにこういうね面白いことがあって楽しいなと思ってました。それはそれでさておいて、ですね、その韓国の話のその銃撃というか横断がどうのこうの中で、その為替レートとかですね、韓国の株式市場がこう下がったりとかするというのがあって、日本はね祝日だったということもあってマーケット動いてないんですけども、その今日ですね、今日どんな風にこのマーケット動くかっていう問題があるんですが、なんかね、この辺も冷静に見たらね、なんでそんなにその大騒ぎするかなっていうぐらいの話では、確かに急落したようには見えるんですけれども、ただ、この、半年ぐらいのね、レートをちょっとね、調べようと思って、ちょっとうまいチャートが出てこなかったんですけども、半年とかで1年とかで見るとですね、そんな言うほどのこれ、下がり方なのっていう感じなんですよ。もっと下がってた時もあるし、ここの何ヶ月間は急にこうガーンって上がってるところでもあるんですよ。で長い時期で見るとやっぱり上がってきてたところなんで、そのこれでこうねマーケット全体が揺さぶられるぐらいのことになるっていうのはちょっと考えにくいんですけども、それにこう逆に過剰に反応しすぎる人たちが、大損こくようにですね、なんか仕掛けられてきてるような気がしないでもないんですよね。なんかこういうことがあったということを理由にしてお金が動くぞっていうのを見せかけて、それに反応してうわーって動いちゃうところを狙って何かが仕掛けられてるというような感じがすごくするんですよね。なんかね、まあ来週あたりになったらもう別に何事もなかったからのようにマーケット落ち着くんじゃないかなって気がするんですけども、その辺にこう右往左往される方がちょっとやばい気がしますけれども、どうなんでしょうね。さてということで、今日は水曜日ですね。今週はまあ昨日祭日だったこともあって、ちょっと楽かなっていう感じの水木金といけば、まあね、土日でお休みのという方もいっぱいいるでしょうけれども、ということで、今日ちょっとね寒くなってきてますけれども、また風邪などひかないように今日も元気にやっていきましょう。ではまた。